小笠原諸島は6月26日午前0時日本に復帰しました。この日返還式に出席のため父島を訪れた田中総務長官と美延都知事。旧アメリカ海軍司令部前で開かれた返還式。昭和21年1月、日本が施政権を放棄してから23年、今、正常期が下ろされようとしています。南の空に翻る日の丸。ここに東京都小笠原村が誕生したのです。署員を前に早速美延さんの第一声。役場の初仕事は参議院選挙の公示です。ドルから円へ通貨の交換に用意した金額は約1億円。慣れない円に島の人たちは戸惑いがちでした。こちらは小笠原村立小中学校の開校式。新任の有馬校長から6人の先生を紹介され、今日から日本の学校になりました。生徒たちは開校祝いのお土産に大喜び。しかし日本語の授業にはちょっと心配そうです。長かった米軍の生活に名残を惜しむ島の人たち。島民の複雑な表情をよそに、小笠原の再開発はいよいよ始まりました。